海岸に流れ着いた大きな黒い物体ルモイに続きおよそ50キロ離れた石狩市浜マスクでも見つかっていました謎の漂着物はこちらの海岸にも現れました近くで見るとすごい大きさだということがわかりますこれは先月25日近くの浅瀬で漂流しているのを海上保安庁が見つけました長さ6メートル 幅4.5メートル、重さ3トンから5トンの楕円形をした物体。大型船が港に接岸する際、衝撃を和らげる防原材と呼ばれるものでした。表面は硬いゴムのようなもので覆われています。そして周りには多くのタイヤが取り付けられています。実はこれと同じものが先月1日、 ルモイの海岸にも漂着していましたいずれの防言材にもインドの船舶メーカーの名前が書かれていましたがどこから流れてきたのかは分かっていません道はきょう午前石狩に漂着した防言材を動かないように固定しました再び海に流れないようにするためいったん浜に上げて半分ほど雪に埋めた状態で保管されています 日本海側の海岸に流れ着いた大きな黒い物体銅は処分の方法に頭を悩ませています